俺に任せて。はい、ジンでございます。今日はセブンナイツをやっていきますが、その前に一点告知があるんでよろしくお願いします。すごいビッグなニュースでございます。サドン。はい、いきなり冒頭から一点告知をさせていただきました。なんとセブンナイツ動画を配信している YouTuber の皆さんが集まって、コラボイベントを開催しようという話が持ち込まれました。パチ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 。こういったねイベント入るのね初めてなんですが、発起人である梅太郎さんという方、こちら今回のね動画の方に詳しく載っていると思いますが、そちらもぜひね見てくださいと。梅太郎さんから話があったので私も参戦させてくださいということで入れさせてもらいました。初めてのねセブンナイツ動画を配信している方々のエントになるかと思います。なのでね、まああんまりにもハードル上げた形じゃなくて、今回をきっかけにまたどんどん2回目3回目っていう形でねやっていけたらいいかと思っていますと。はい、では早速ですが、参戦する12人ですかね、なんと12人ですよ、12人をご紹介していきたいと思います。こちらをどうぞ。まずですね、発起人である梅太郎さん、どんな方かと言いますと、坂本龍馬せよではありませんよ。ですね、私以前実はねモンストでコラボしてくださいという話を持ちかけられたこともあって、ちょっとねお互いやろうっていう話になったんですが、どういった形でやるかお互いがお互いね見出せないまま、忙しいままぐちゃぐちゃになってしまって、なかなか連絡がね行き通れなかったということもありました。なんとモンストの中の私やってる生放送の中でも一度だけ多分ゲストとしてねキャラクター持ってきて、何戦だったか覚えてないですけどね参戦してくれました。確かガブリエルで参戦してくれたんですよね。なのでもしかしたら水系統の超絶だったのかな、何だったんだろうな、あるんですけどね、生放送でやりました一度。はい、こちらの梅太郎さんですが、まあすごいです。セブンナイツ今ノリノリですね。見てても面白いし編集技術もかなり高いですね。モンストの方も今先ほど話したじゃないですか、もうかなりやり込んでましてね、どちら2つのゲームに関してもちょっと手が届かない感じの存在の方になっちゃってますね。はい、まずこの梅太郎さんが声をかけた残りの11人か、私含めてるんで残り10人の人たちも紹介していきます。まずはカズヤンクラブさんという方ですね。動画を少し拝見させてもらいましたら、セブンナイツ動画がね、ほとんどともう一本筋とということですね。顔出しもやっていますね。写真なんかはなんか私と同じようにねポケモンのキャラクターのねチャンネルのアイコン使ってますね。まあ私のひよこと黄色のトレードマークがちょっとかぶりますが、ああまあ全く同じじゃなくて私もちょっと一安心ということでございます。セブンナイツはかなりやり込んでる感じがあるので、詳しい方だと思います。ぜひどんどん登録チャンネルもお願いしますと。では3人目いってみましょう。ケシタン TV さんという方、アップロードされてるね動画がまだ少ないと、6本ぐらいでしょうかね。でもちょこっとなんか梅太郎さんのコメント欄から見ましたら、名前変えてみたいなことあったから、もしかしたら昔からやってる大ベテランさんかもしれないですね。はい、はい、このケシタンさんという方ですが、実況は入っておりません。ゲームをひたすらやり続けてるという動画になってますね。もうストイックですよねこういう方。私ちょっとゲームだけでこう動画配信するのがなんかね、せっかくだからもったいないんで、みんなとこう話しながらやりたいなっていう気持ちがすごいあるんで、こういうストイックなね方は多分ね相当やり込んでると思いますよセブンナイツ。はい、ぜひね登録お願いしますと。では次の方行ってみましょう。あ、その前にこの方のアイコンがまたね可愛いキノコなんでね、ちょっと見てみてくださいと。では次の方いきます。はい、では次紹介していきましょう。
次は翼のゲームチャンネルさんでございますね。ですね、ゲーム内容を見ていきますと、リストはありました。あ、パズドラとかね、ドラゴンプロジェクトなどもやってるようですね、ゲームとしては。はい、実況チャンネルとなってます。顔出しはしてないようです。とおそらく私もちょっとね、このことに関してはね、ちょこっとずつ皆さんの見させてもらってるんで、もっとね、もしかしたらやってるよとかって言われちゃうかもしれないんですが、セブンナイツかなりやり込んでますね。はい、ベテランさんのようです。はい、なんか生放送ライブもね、今テスト配信とか、なんか初ライブという形で 4,5 日前に配信されてるので、今後もしかしたら生配信楽しめるかと思いますと、いやー、ぜひ登録よろしくお願いしますと。では次の方いきましょう。はい、次は変態ゲームさんですね。これね、ちょっともうね、名前がずるいですよね。変態ゲームってもう名前が実写ってます。こちらの方もね、ちょっと拝見させていただきましたが、セブンナイツ一本、いやー、ストイックですね。そして、このアイコンがあるんですよね。お茶碗の中にワンちゃんがいるんですが、その方が一応顔出しはしてないんですけど、そのキャラクターが喋るっていう形で実況しています。実況はね、あの声もちょっと編集されているような形になってますが、面白いですね。はい、やっぱりいいなと思いますね。見習いたいものです、この面白さは。はい、ということで登録の方もよろしくお願いします。では次の方どうぞ。続いてはルールカさんの実況ゲームチャンネルと、ルールカ、おそらくね、ダブルゼータに出てきたルールカを知っている方がやっているんだと思います。違うのかな、なんか他にもルールカっていうキャラクターのね、イメージがあるのかな。ですね、アイコン見ると、でもそうだね、紫色の髪の毛に、まあちょっと多分合成したのかな、赤いヘッドに、なんだこれ、メイドさんか、メイドさんのような形でね、あのグラフィックアイコンでしょうかね、やってますね。こちらの方も実況ですね、実況のみで顔出しはしてませんが、やっぱね、トークが切れるんですよこの方も。いやー、面白いですよこの人も。もうやり込み度は半端です。結構なやり込みもですね、かなりガチャを回す動画が多いんで、ベテランさんが見たらたまらないんじゃないですかね。はい、こちらの方も登録よろしくお願いします。次の方いきましょう。続いてはレッドジョンチャンネルというチャンネルですね。こちらですがね、見させてもらいましたが、まだ2本しか動画は上げられていません。しかしね、ちょっとね、今後注目のチャンネルになるんで、早めにチェックした方がいいと思います。またこれがね、猫が兜かぶってるんですよね。それがね、非常に面白い。いやー、ちょっとね、斬新でね、あの1本取られた感じがありますね。あー、このやり方やったら、おそらく、実況さん、なかなかやりやすいんじゃないですかね。どうやってやってんのか全く分かんないですが、この技術は面白い。ちょっと勉強不足なんで、私もちょっと勉強してこういうことできたらいいなって思っていますと。ぜひこちらも登録してみてくださいと。多分新しい番組なんでね、チェックしといた方がいいですよ。では次の方どうぞ。はい、続いてはおいどん、おいどんでございます。おいどんっていうか、僕の番組じゃないですよ。おいどんさんですね。おいどんさんという。ですね、チャンネルをね、開くとね、結構ね、セブンナイツの動画やってるのかなって思うこと結構渋いですね。背景の YouTube チャンネルの花火が映ってる感じなんですけど。実況やっておりますと、顔出しはしてませんと。他に、バルコネ？なんだろう、バルキリーコネクションっていうゲームなのかなっていう動画もね、配信してるようですね。セブンナイツに関してはもう45本の動画上げてるんで、ベテランさんになっておりますと。声がね、また変わった形なんで、愛嬌あって面白いかなと思います。では登録もよろしくお願いします。それでは次行ってみましょう。続いてはレモンチャンネルさんでございます。パッと見ね、ゲームの配信やってんのかなって思っちゃうような綺麗なね、レモンのアイコンがトレードマークになってますね。
実はですね、ツイッターやっててセブンナイツとか調べていると、確かねレモンチャンネルさんのところにねたどり着いたような気がしました。ちょっとねチャンネルの方にはねツイッターに関しては一切触れてないんですが、まあツイッター上で検索かけたらおそらくたどり着くかと思います。もしかして違う情報だったらごめんなさい。私そこでレモンチャンネルさん知ったような気がしますと。今のところ実況41とか出してるんでね、ベテランさんです。内容見させてもらいましたが、もうね強いっすよ。みんな強い強いよね。なんかこの中に、ね、自分が賛成しても結構ねドキドキしますよね本当にね。レモンチャンネルさんも登録の方皆さんよろしくお願いしますと。では次の動画どうぞ。はい、では来ましたね、大物が来ましたよ皆様。こちら多分梅太郎さんの動画見てる方は知ってのご存知というかご存知の通り、コウくんチャンネルさんでございます。パチ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 、すごいですねこの方。もちろん存じ上げてました。そしてあ、モンストの方もね動画配信してるようですね。あとは白猫、そして今ちょっと流行りのサムライライジング、こちらもね動画上げてますね。あ、ドラゴンプロジェクト、結構多岐にわたっていろんなゲームやってるような感じですが、なんといってもセブンナイツがやっぱり大黒柱なんじゃないでしょうかね。なんかわかんないことあったり裏技的な要素をね結構このコウくんチャンネルさん配信してるんでね、なんかね私ね確かゴールドとか時間内の周回するのに、アクセシビリティを利用してうまく、スマホをね放置してても自動的に解消できるみたいなね動画配信した時に、いやーこれはすごいなと思いましたね。そういうのってよく家庭用ゲーム機でねファミコンなりプレステなりねよく昔私もやってましたが、これをねちょっとスマホでやるっていうのは、あ、そういうのあるんだなって、なんかもう私もねおっさんになりましたからね、そういうことに関して疎くなっちゃいましてね、地道にやっちゃうんですよね。まあ皆さんも地道にやってると思いますが、いやーちょっとねこのコウくんチャンネルさんはね本当に大御所ですね。大御所セブンナイツで言ったら至高レベルの方でございます。この方と同じ番組でコラボできるというのは非常に嬉しいでございます。ぜひぜひ皆様見てもらいたいと思います。っていうよりも番宣するよりもコウくんチャンネルっていう名前が出てきた時点でもう皆さん番組登録してますよね。では最後のお一人でございます。ではこちらどうぞ。いや最後を締めるのはこちらガチゲーマーのガチ実況をゲームノート実況さんでございますね。ジェイブさんという方が出ておりますが、何でしょうね、詳しくは見たことなかったんですが、あれなんですかね、会社なんですかね、これすごいね、こんな方が参戦してくる。コウくんチャンネルさんにこのガチゲーマーさんのガチ実況さん、こういう方々とね接触することがね本当にあるもんなんですね。私びっくりしておりますよ。何もまだセブンナイツ始めて1ヶ月ぐらいしか経ってないのにこんなところに参戦して、いいものかと。あ、でもガチゲーマーさんモンストのねアイコンも入ってるからモンストもやってんじゃないですかね。てなると私ともろかぶりですが、全然ねもうレベルが違いますがはい、ということでこちらの方も皆さん見て登録してみてくださいと。はい、ということで以上12人の参加者、私含めて12人の参加者のご紹介でございましたということですが、じゃあ実際何するのって話ですよね。せっかくのコラボですが、この12人でやることは33連ガチャに挑戦。バチ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 、来週33連ガチャを引きます。それは各自みんなが引きます。そしてその出たカードによってポイント制になっております。詳しくは今回配信された梅太郎さんの動画を見てください。カードごとにねポイントがなされてて、例えば一番レアの思考だったら10ポイント、そして次のセブンナイスだったら5ポイントとか、今簡単に説明するために具体的じゃなくて例えばで言ってますよ。詳しく見たら違うかもしれないですけど、で今回引いちゃいけないのはカイというモンスターらしいですね。私ね皆さん言ってるようにまだ始めて1ヶ月です。正直カイって何って思うんですよね。
私ギルティギアでカイっていうキャラクターがいるんで、そっちしか思い浮かばなくて、どうやらねモンスター百獣の王らしいです、カイ。そのキャラを出すとマイナス10ポイントとかね、言ったら爆弾カードですね、爆弾。そいつさえ出さなければビリにはならないと。33連引いて、まあダブリで出てくるってそうそうないんで、1回引くごとに1枚もし出たとして3枚出たらもうビリでしょ、きっとね、ビリでしょ、なのでそれだけは避けたいと思います。皆さんと一応コラボする話になっていますが、特に罰ゲームなどはありませんという形で今回始めました。まず第1回目なんでね、なかなか梅太郎さんの方もね、それをそこまでやるのはどうかと、とりあえず今回第1回やってみんなで盛り上げようセブンナイツをっていう形の動画になっているので、そちらは個人個人に委ねられましたと。そうですね、私モンストで爆死続けの男です。ビリにはなりたくない、でも1位には多分なれないでしょう、この私の爆死王としては。現在モンストでもねバンタン爆死1貯めてます。ここで2は貯めたくないんですけど、次モンストやるのはきっとね獣神祭でやるんで、獣神祭前にこの多分動画を配信しなくちゃいけません。7月9日ですね、配信されるのが。もし負けたら何かやりましょうね。1位になれなかったら私、1位になられた方の番組の登録を呼びかけるような、よく最後になるじゃないですか、皆さん登録よろしくお願いしますとかっていうの、あれを作ります。はい、作って自分の登録よろしくお願いしますっていうのはしばらくなくします。それを10回分繰り返そうと思います。 10回で勘弁してもらってもいいですかね。ただでさえねあんまりね見てもらえない動画なんでね。はい、ということでね、もし負けたら1位の方のチャンネルの登録を呼びかける CM を作りますと。ものすごい大掛かりな CM は作れません。私の技術もね技量もあるんでね、この辺の。なのでとにかく呼びかけをしていくという動画は作らせて、そちらこちらで私の方で配信させてもらいます。でもね自分のね番組で多分ね配信した方がねチャンネル登録してもらえる可能性は高いんですが、罰ゲームとしてそちらやろうと思います。まあ1位になったら1位になったらいいということですし、うん、ぜひ今回やらせていただきますと。というわけで今回はセブンナイツのコラボイベントのご紹介でございました。配信されるのは皆様同時の7月9日の夕方ぐらいから深夜に明けてぐらいかな、そちらで12チャンネルが各自33連行った動画が配信されるかと思います。皆様はね先ほど紹介した11人と私含めたら12人のチャンネルを登録して、ぜひ皆さん見てくださいと。果たして誰が勝つか楽しみにしていてくださいと。爆死王の名にかけて1位にはなりたいんですが、ビリには絶対ならないようにします。わかりました。今気がつきましたが、もしビリになった場合、先ほどの番宣の CM、15日間しましょうかあ、もう20日しましょう。半月以上の CM をその方、第1位の方の CM を放送していきたいと思います。では皆さんバイバイ、ぜひ見てください。ご拝聴ありがとうございます。世界一遅いモンストブログ、録画の動画だけではなくなんと生放送もやっております。その際にはこちら Twitter のチャンネルにてマルチ募集をしております。こちらの方も登録お願いします。そして YouTube の方もよろしくお願いします。こちらに登録出ております。ではバイバイ。